本日はこのような私に、発表の機会を与えてくださった小林先生、そして大会事務局の皆さん方に本当に心から御礼申し上げます。私このような仰々しいタイトルをつけましたですけども、確かに今世界中の研究者がアルツハイマー病の原因、そしてそれに対する治療薬ということでね、もう日夜努力されていらっしゃいますが、正直言って未だ混沌とした状況の中にあります。2010年に米国のファイザーという製薬会社がアミロイド仮説に基づいた治療薬を開発されたわけですけれども、その結果は確かにアミロイドは減ったんですが、認知機能が変わらなかったというよりはますます悪化してしまっているという状況が報告されて、皆さん本当に驚いてしまっているという状況の中であります。で、現在は世界中で炎症ですね、脳内炎症あるいは、免疫、そういった機能、そして、その脳内のグリア細胞等の、機能の変化がどうも認知症と関係があるんじゃないかというふうに、言われるようになってきているんですが、私自身も驚いてしまったんですけども、このタイトルに書かれて書いておりますが、ホモシステン酸、このホモシステン酸というのは後で、化学構造も示したいと思っておりますが、このホモシステン酸が炎症、ストレス、そして、酸化ストレスいずれも引き起こすという、これは本当にこの一つの化合物でこんな現象が起こり得るんだろうかというふうに思うくらいに、多彩な機能を持っております。このホモシステン酸というのは、言うまでもなく脳内のグルタメートという神経伝達物質があるんですが、そのグルタメートという神経伝達物質と同じ働きをする化合物として、もう1970年代からこのホモシステン酸というのは知られておりました。で、生理学の分野ではこのホモシステン酸という化学物質を用いて、脳の神経の活性化、そういったことにこの使われていた化合物なんですが、それが実は私たちの観察というか発見によっているんですが、私たちの血液の中に存在しているんですね。しかもその血液の物質中で、年とともにその濃度が増加していくと、そういう驚きの状況が示されております。そして特に後でお話ししますけども、アルツハイマー病の危険因子として、糖尿病、先ほど昼間もお話ししましたが、糖尿病とか高血圧とか、あるいは精神的なストレスですけど、そういったものが発症されている方はこのホモシステン酸の濃度が非常に高くなっているという、これまた非常に驚いた現象も見つけておりますが、そういった事柄を含めてちょっとご案内していきたいと思っております。今このスライドを示されているように、結局この認知症の治療、そうしたもの、あるいは予防がわからない状況の中に今私たちおりますので、年々この認知症の患者さんが増えていくという非常に残念な状況が世の中には見えているわけです。そして2050年なんていう、ちょっとまた今30年前後ですか、たす状況の中では1億3150万人も出てきてしまいます。どうしようもないというような状況になるわけですが、これもう先生方皆さん方ご存知だろうと思いますけど、一応おさらいをしておきたいと思いますが、
このアルツハイマー病という認知症の中の一部のアルツハイマーですが、言うまでもなくこの写真に出ているエリオス・アルツハイマー博士が、1906年に、精神学会、世界精神学会で初めてこの今まで自分たちでは見たことのないような神経変性疾患を伴った、女性患者がおりましたという報告を受けて、世にアルツハイマー病という病気が知られるようになってきたわけですけども、そのこの先生の患者さんですね、これちょっと比較させていただいたのが、同じ年齢のまあビューティーの女性とこの左側にある患者さんです、初期の最初の患者さんですが、何を比較してほしいのかと言いますと、まあここに書いてありますが、老化ですね、老化促進しているという現象が出ておるわけですね。まあまあ、もちろんこれ化粧も何もしてませんから、こちらの患者さんはね、化粧すればまた違ってたのかもしれませんけども、まあ、いずれにしても老化が進んでいるという、そういう状況の中で、一体何が原因なんだろうかということになるわけですけども、非常に最近私、これ面白い研究だな、まあ、あんまり世の中では注目されなかったんですが、こういう論文が発表されたんですよ。要は野生のネズミですね、マウスさん、ワイルドタイプマイスですね、このマウスさんに、メチオニンという必須アミノ酸のメチオニンですけど、これを多量に投与したんです。投与しましたら、何ヶ月が3ヶ月後だったと思うんですが、アルツハイマーと同じような病理所見がこのマウスさんの脳に見つかりましたということが報告されたわけです。これメチオニンというこのアミノ酸の中の必須アミノ酸ですから、私たちは取らないといけないんですけども、栄養学的にこれ非常に重要なアミノ酸なんですが、これを取りすぎているとそういう状況が起きますよということですね。これをまあ私たち人間社会に還元するならどういうことなんだろうか。そうすると、肉、特に赤肉の豚、あの牛肉ですね、これにはメチオニンが非常に多く含まれているということなんですが、欧米人はこれを非常に多く赤い肉、肉食ですね、されていますので、欧米人は非常にこういうメチオニンの豊富な食事をしている可能性があると。で、それに反して私たち日本人はどういうことだろうかと。実は日本は世界で非常に日本食が長生きの原因の一つじゃないかと言われている豆腐があるんですね。その豆腐、大豆タンパクですが、大豆タンパクは実はこのメチオニンとシステインという硫黄を含んだアミノ酸ですが、それが低いんですよ。ですから栄養学的に言うと、タンパク栄養価では豆腐は悪いんです。70点くらいです。ところが、その豆腐を私たちは昔から日本人はよく食べとったと。っていうことは、逆に言うとメチオニンというアミノ酸をあまり取っていなかったという可能性があると。欧米人に比較してですけどね。ところが最近欧米食に日本もなっていった。それが原因となって、日本の認知症患者さんもどんどんと増えていってるんじゃないかと。そういうふうな予想が立つわけですけど、でこのメチオニンというのがどうして私たち そのホモシステン酸と関係があるんだろうかということなんですが、このメチオニンというアミノ酸が、酸化、その酸化の普通の酸化じゃなくて、かなり強い酸化状態を引き受けると、ホモシステイックアシッドと呼ばれるアミノ酸に変わってしまうということが言われてきてるんですね。で、そのことについてちょっと化学構造式を示しました。
ホモシステインというのとホモシステインというホモシステイクアシドですね、ホモシステイクアシド、ホモシステイン酸、それとホモシステイン、時々私自身も混乱してしまうんですけども、ホモシステインというのはもう以前からよく知られた動脈硬化とか、またこれアルツハイマー病の危険因子としても知られているんですが、そういうものが脳の中に増え、というか血中濃度が高くなってくると、実はこれ酸化状態がここなんですね。胃腸のところに3分子の酸素分子が入っているもの、これが実はホモシステン酸と呼ばれる化合物です。こちらはその酸化される前のアミノ酸ですね。で、このグルタメイト K とホモシステン酸とどこが同じでどこが違う、カルボキシル基が両方とも一つありますが、こちらの方が硫黄基にというか亜硫酸基に変わっているのがホモシステン酸で、こちらはグルタメイトです。ということはこのグルタメイトとホモシステン酸というのは非常に類似した神経伝達を行う。で、特に NMDA と呼ばれる伝達のところにこのホモシステン酸は低濃度で作用しますよと。グルタメイトともしホモシステン酸が両方あった場合にどちらが作用しやすいかというとこっちなんですね。こちらの方がグルタメイトよりも親和度が高い、すなわちこの亜硫酸基がこの非常に親和性が高いというふうに言われておりまして、このグルタメイト系というのは東大の高野先生という、先生が、脳梗塞、すなわち血管が詰まった時に、血管性の認知症が発生するんですが神経細胞が死ぬんです。その理由として脳梗塞を起こすとこのグルタメイトの伝達物質が急激に増えますよという、その増えたことが結果となって興奮毒性というんですが、グルタメイトの興奮毒性が神経細胞を殺しますという、そういうことを東大の先生が発表されて、にわかにこの興奮毒性という、グルタメイトには興奮毒性があるということが理解されてきたんですが、同じことがここでも起きると。で、大体100倍くらいの違いが出てくると、こちら大体興奮毒性100マイクロモル状態で神経が死んでいくんですが、こちらは1マイクロモルで十分に死んでいってしまう、神経細胞が死ぬという非常に強烈な毒性を持った化合物であることが分かりました。で、そのようなこのグルタメイトの神経伝達物質、それが、先ほど言った NMDA 受容体の活性化を引き起こすんですが、このホモシステン酸がこの NMDA 受容体に働きかけますと活性酸素がここから増えてくるんですね。で、その活性酸素によって細胞の老化が促進したり、あるいは生体での老化も促進する、そして、もちろん神経細胞も死んでしまうという、そういう状況が報告されてきているわけです。で、このような状況が興奮毒性ということで NMD の作用があるということは知られていたわけですけども、それにそのホモシステックアシッドが作用するというのはそれほど注目されておりませんでした。というのは脳内でのホモシステン酸の濃度は通常はそのマイクロモルの1000分の1ナノモルオーダーで作用しておりますので、神経が死んでいくなんていうような状況には通常は起きていません。ですからそういう高濃度のマイクロモルオーダーの、ホモシステイン酸がなぜ増えるのかというところは、理由が分からなかったんですが、それが私たちの現象というか観察により
血液中に負から入ってきているということなんですけど、まあ、それで、歴史的に今申し上げますと、通常アルツハイマー病という確定診断は、死後その患者さんが死んだ後に、病理解剖で神経病理で、このように細胞の外にアミロイドタンパクが溜まっている、そして神経細胞の中にはこのようにこれ全部黒くなって、この、タウという神経原繊維というものが溜まっているんですが、そういうものが溜まった神経細胞は、まあ、みんなこれ黒は神経細胞が死んでます、機能しておりませんけども、そういう状況が見られた時に初めてアルツハイマー病という確定診断がなされるわけですけど、まあ今ではそのペット検査とか画像診断でそのアミロイドというもの、あるいはタウというものを検出することができるようになってきて、まあ確定診断でなくっても危険性がある人たちというのは検出されるんですが、前々からアミロイド仮説で言われておった現象の中に、健常者でもアミロイドは十分に存在してるんですよという報告が出てきておりました。ですからなぜ健常者、アルツハイマー病にならない患者さんでもアミロイドがいっぱい溜まってるんだろうかということになるんですが、まあそれでもこのアミロイドとそのタウというのが目に見えておりますので、どうしてもこのアミロイド仮説というのは魅力的でした。まあ、ですからこのアミロイドをなくしてすっきりとした脳にしていったならば、もうもちろん認知機能も改善するだろうということは十分考えられてきたんですけども、しかしここの画像に出ていますように、残念ながらそういう結果は出なかったわけです。じゃあ一体何がそうなってるんだというところなんですが、私たちは、そういう状況の中で、サイエンスに、去年のサイエンスの雑誌に載ったんですけど、運動によって認知症は、予防できるようになりましたという。でその理由が、脳内に BDNF という脳内ホルモンが発生すると。でその脳内ホルモンが、先ほどからの興奮毒性と言われていた、NMDA をのこれ特殊なんですが、エクストラシナティック、シナプティックと、要はこの NMDA 受容体と呼ばれるのは神経細胞のシナプス間にいっぱいあるのは当たり前ですが、その神経細胞から外れたところにもこの NMDA 受容体が存在するんですね。でそのそういう受容体をエキストラシナプティック NMDA と呼ぶようになったんです。でこの NMDA が非常に毒性が強いということが分かってきたわけです。神経毒性、興奮毒性は実はこっち側であって、そのシナプスのところにあるところの、NMDA は、そういう興奮毒性は引き起こしていないと、そういうふうなことも言われるようになってきまして、その、eNMDA 受容体を BDNF というホルモンが抑制する、これを抑制することによって興奮毒性、神経変性疾患を抑制して、認知症は予防できるという仮説が成り立ったわけです。でこれはまあ動物実験で十分のなってるんですが、人の状況ではまだこれ証明はされておりませんけども、まあ、動物実験の方から類推してそういうことが言われるようになっているんですが、この BDNF の他にもですね、最近は、この前にですね、私たちの筋肉、
筋肉というあの組織は今までは単なる私たち の、 あの体の運動とか、そういうものを支える組織としか知られてなかったんですが、このミオシンというタンパクから運動することによって、ホルモンが出てくると。でそのホルモンが実はイリシンと呼ばれる別の このホルモンが発生して、そのイリシンが BDNF を促進するというメカニズムが最近はもう注目されるようになってきました。ですから運動によって効果は上げられますよということなんですが、しかし、こういうじゃあ運動によって治せれるんだろうか、予防が可能なら治療も可能なはずだということで、初期のアルツハイマー病の患者さんに運動してもらったんですよ。運動してもらって1年くらい運動してもらって認知機能が改善するだろうと予想しとった事柄が見事に裏切られてしまいました。逆に、認知機能が改善しないで、悪化してしまったという結果が出たんですね。それでなんでと、どうしてそういうことが起きるんだということなんですが、でその前に、初期の段階ならば、初期の段階というのはここですね、この先ほどこの メマンチンという、まあ、薬があるんですが、このメマンチンというのはこの ENMDA を特異的にブロックする、競合物質です。もうこれはあのアルツハイマーの治療薬として、使われているんですが、このメマンチンは初期の段階ではあんまり効果がないというふうに言われとったんですが、一つだけ、予備実験がなされて、このメマンチンによって記憶が改善したという報告も出されてきたんですね、最近ですが。それでまあ可能性があるんじゃないかということで、私の説に裏付けられるような、そういう治療臨床治験をしようと思っている教授も、アメリカに出てこられたんですが、まあそれは後でお話ししますけど、まあそういうふうなこの BDNF の作用で、効果が現れとったのになぜということですね。それで、このようなことが分かってきたわけです。BDNF の阻害ということで、ストレスとか、この要はこの BDNF が出来上がってもですね、このストレス、炎症、それから酸化ストレスというものが発生すると、このせっかく作られた BDN というホルモンが分解してしまうという、そういうことが分かってきました。そうするとこのせっかく作られたこういう物質をストレス、炎症、酸化ストレスで抑えないと、こちらを抑えないとこの BDNF の作用の効果が見られないということになりますので、ただ単に運動してこれを増やせば治るんじゃないかという論理はちょっと危なくなってきました。でそのこのストレスとか炎症とか酸化ストレス、先ほど言いましたがホモシステン酸そのものでそれぞれ誘導されてしまうということが、私たちの結果で理解できるようになったんですが、で、その一つが、ストレスというと、昔からセリエのストレス説という話があります。要は、ホルモンですね、ホルモンがまずストレスを受けると交感神経が活性化すると同時にホルモン関係も副腎皮質の方から出てきて、そのストレスに適応するような反応が起きてくるんですが、この ACTH という脳内のホルモンです。これがコルチゾールというストレスホルモンを引き起こすんですが、こういうものが脳内で血中にもあるわけですけど、その血中の濃度とホモシステン酸とは、非常に相関関、まあ例数がちょっと少ないので、なんとある程度
年数を増やしていかなくちゃいけないんですが、ほぼ間違いありません。要はこういうふうに、増えてくるという現象、あるいは、先ほど言ったように TNFα という炎症性の炎症性の、物質ですね、これもホモシステン酸の血中濃度によって増えてくるという、そういうデータも出てきまして、いずれにしても炎症とか あるいはストレス現象もいずれもホモシステン酸が関係するという、そういうことが言われるようになってきたわけですね。でそういう中で、じゃあもともと認知機能とどんな関係があるのと、それはこの臨床治験で患者さんの血液をもらって測定していましたが、まあ、非常にこれちょっと緩い相関なんですけども、これはまあ後で理由が何でその緩いのか、まあ、非常に強い相関には私たちなってるのかなと思ったらそうではなかったんですけども、まあ、いろんなファクターが絡んでるからですね。でこれどういうことかというと、横軸が、血中のホモシステン酸濃度、縦軸が MMSE というミニメンタルステイトエグザミネーションといってですね、全世界的に海馬を中心にした記憶ですね、記憶を中心にした、認知機能テストです。で30点満点が正常なんですが、25点以降が若干問題を生じてきて、20点以下が認知症の患者というふうに言われているんですが、このそういう中での相関関係が弱いんですが、まあ、見られたということで、このホモシステン酸が認知機能と非常にやっぱり関係がありそうだと。じゃあその、どういうふうな就職因子が関係するんだろうかと、まあ、例えばここにちょっと この3例があるんですが、これ急激に悪化してますけど、この人たちのコルチゾールの濃度を測っておるんですが、非常に他の人に比べて高いんですよ。そうするとコルチゾールという、そのストレス性の因子が発生するとホモシステン酸の毒性を強めてしまう、強めてしまって、このように低濃度でもホモシステン酸低濃度でも非常に強く毒性が現れるというような、そういうことも出てきたということです。で、じゃあ他の因子はどうなんだということなんですが、アルツハイマー病の危険因子というのは、まあ、このようにいろいろと出てるんですが、一番、まあ、結局は年を取った人たちがいろいろ発生しやすい、それから女性、そして家族性もそういうふうに増えてくるという、糖尿病、高血圧、喫煙で、この過大なストレスというところ、これもですね、メカニズムでそのコルチゾールあるいはストレスの ACTH がグリア細胞等に反応すると、そこからホモシステン酸が遊離されるという話もあるくらいですので、ストレスが非常に強いファクター因子になります。で有名なのが東北の震災、あるいは今私佐賀におりますので、佐賀の方の雲仙普賢岳というそういう自然災害がありました。いずれもその後に、高齢者の認知症の患者さんがやたらと増えたという、そういう結果を報告されてですね、ストレスがやはり大きな危険因子の一つだということは理解できたんですが、これ結論から言って全部ホモシステン酸を増やします。これら全部が同じようにして血中のホモシステン酸を増やすということですね。で、このホモシステン酸というのを、まあ、今のところちょっと症例しか、この5例しか今健常者でやってないんですが、この赤丸、これは健常者です。全く異常のない人たち、しかし少しずつ年齢とともに増えてきているという傾向が見られるわけですが、まあ、今実はある企業さんが私と一緒になって、この健常者の対象群を70歳前後で、
どのような濃度になっているかを調べましょうって言って今調べておりますが、大体このような延長線上にいるところをこう見ております。じゃあこのホモシステン酸はどうして、じゃあこの生体内の物質ですので、当然これは代謝を受けるはずです。必要のない物質、あの分子はもちろん脳内でこんなの必要ありませんから、あの仕事をし終わったらですね、余計なものは処分してもらわないといけない。でその処分する、酵素が実はあるんですね、それが、ここに挙げておりますが、グルタメイトデヒドロゲナーゼという、まあいろんな代謝酵素、グルタメイトカルボシラーゼとか、デヒドロゲナーゼ、いろんなこのグルタメイトを代謝する酵素があるんですが、いずれもその中で、有名なのがこのグルタメイトデヒドロゲナーゼなんですが、これはリンパ球の中に含まれておりまして、このホモシステン酸を分解する。そしてまた若い人はこの活性が非常に強い、年を取ってくるとこのグルタメイトデヒドロゲナーゼという酵素活性はエイジングを示して低下していきます。そうですから、年をとともにこの分解酵素の活性が弱まって増えてくるんだなというのが理解できました。でこの酵素活性が低いのを補酵素というもので添加すると活性が上がって、若い人と同じくらいの酵素活性も引き起こされるということも理解することができていますので、実はアメリカのスタンフォード大学で若い世代ですね、若い世代の血液を認知症の患者さんに投与したっていうか輸血したんですよ。そしたら改善が、認知機能の改善が見られたということで、非常に大きな騒ぎが起きたわけですが、ただしその治療法、非常に特異性っていうか輸血ですので、全てなんとなく一部の人々はドラキュラみたいで嫌だね、年を取った人がですよ、若い人の血液を自分で、入れて認知機能を改善するなんて、そういう治療っていうのはないよねということもあってですね、あんまり勧められてはいないんですが、しかし認知機能が改善する理由が何なのかというところで、スタンフォードは、の研究者は若い人の血液にアンチエイジングの物質があるんじゃないかと。でそのアンチエイジングの物質が老化している年寄りの人の部分を、活性化を上げてアンチエイジングを起こして、認知機能が改善しているというふうに言われておるんですが、まさかこの私が言っているグルタメイトデヒドロゲナーゼの酵素活性がその中の一つだなんていうようなことは彼らは全く、記憶に留めてないというか考えもしていなかったというところなんですが、で、治療として私たちは、この作用、ホモシステン酸の作用部位を抑制する。ですから先ほどから言っているENMDA というのが作用部位です、部位ですので、その作用部位を抑制するメマンチン系の化合物ですね、このメマンチン系の化合物を、認知症になる前から飲んでみるんじゃない、飲んでみたらどうなんですか、アルツハイマー病には予防できるんじゃないかという話が出てきているわけです。でそれはちょっと後で写真もお見せしますが、その先生に私がこのホモシステン酸の私の論文を送ったら、彼らが全く想像もしてなかった、論文が来たのでびっくりしてしまって、そして彼らが言うには、私たちのそのメマンチン系の臨床薬が抑制をするならば、おのずと先生の仮説は証明できるよねという、そういうコメントを
いただいておりますけども、ですからそういうふうなものとか、あるいはこれをホモシステン酸を特異的に分解するワクチンの開発を行うことも可能じゃないかというふうに思っておりまして、実際やりました。このホモシステン酸というのは先ほどあの化学物質、お見せしましたように低分子量です。分子量が183という低分子ですので、普通常はそんなものは、生体内ではあの抗原になりえません。ですからこのホモシステン酸を高分子のタンパクに、結合、化学的に結合させるんですが、そうすると高分子のタンパクを主体にしたホモシステン酸を含んだ抗原の抗体ができます。で、それを私たちは開発しまして、そのホモシステン酸の抗体を作ったもので、そのモデルマウスですね、ホモシステン酸をごめんなさい、アルツハイマー病の家族性の、モデルになると言われている 3XTG というマウスが世界にあのカリフォルニア大学のラフェーロという教授が開発されたんですよ。私はそのこのホモシステン酸を研究している時にぜひこの、分子を持って、やってみたいなというふうに思いまして、まあ、そういうことからこの、その分子にこの酵素を打った、酵素じゃない、ワクチンを投与したんですよ。で、まあちょっと本当にあの効果があるかなと自分でも疑心暗鬼だったんですが、なんとそ このマウスさん、非常に、認知機能が活性化されてしまって元に戻ったんですね。こんな話がないかということなんですが、まあちょっと急ぎます。自分のこの研究に共鳴してくれたジョージ・ペリー先生、この先生はジャーナル・アルツハイマー・ディジーズという研究雑誌の編集主幹をしていらっしゃる先生なんですが、私と共同研究を行うということに同意してくださいました。で、その先生の他にこの先生が、ジョージ・ブルームというジョージ先生が多いんですが、ジョージ・ブルーム先生がそのメマンチンですね、このメマンチンを臨床試験をやりたいということで、その時にもし予防ができたならあなたの仮説は証明されたと同じですねということなんですが、さて最後にちょっと非常に興味深い、マウスっていうかラットです。これ私は最近まで気づかなかったんですが、サイエンスの、去年に発表されたこのマウスさん、驚くなかれ、これアフリカのですね、地下に存在しているマウスさんなんですが、マウスとラットなんですけど、通常このマウスさんはマウスとラットさんは 2,3 年で死にますけど、なんと30年以上も生き続けられるんです。すっごいですね。でしかも、低酸素の状態で全く酸素を断たれた状況の中で18分生き続けることもできたという驚きの、マウス、ラットです。で、この、ラットさんの血液を調べましたら、ホモシステン酸が非常に低いという、そういうデータが出てきて、私たちもこのワクチンを投与したマウスさんですね、長生きしすぎて業者から先生いつまで飼ってるんですかって、もう飼料代が無駄なので先生殺させてくださいって言ったくらい知らなかったんですよ。それで、ああなるほどと。で、このマウスさん不思議なことにですね、痛みが全く感じない。で、ホモシステン酸の私のマウスさんも痛みが全く感じませんということで、まさにそういうね、このマウスさん、ノーエイジング、ノーキャンサー、ノーペイン、そしてノーアルツハイマー病なんです、このマウスさん。ですからそういうことでこのホモシステン酸を、
投与したマウスさん、あるいはこのマウスの特別なマウス、非常に特殊なマウスで、今後これを使った研究が増えてくるんじゃなかろうかというふうに思っておりますが、まあ、そういうことで私の今行っている、研究が非常に、そのサプリメントも結局はこの原因を突き詰めたサプリメントです。通常世に今出ているいろんな認知機能の改善すると言われているサプリメントは補充とか、あるいは原因がよくわからないけども少し記憶が改善したとか、そういう話はあるんですが、私のサプリはまさにこの原因物質と言われているものを減らす、まあ、あのサプリです。まあ、ですからそういう点で、ぜひ試していただきたいなというふうに思っておりますが、まあ、ちょっと時間の関係であのお見せできませんけども、実際に今8名ほどのデータが、出始まっています。ある岡山の先生が、協力してくださって今臨床治験も行っていますが、他にですね、同じような化合物なんですが酵素反応ではない科学的にホモシステン酸を化学的にですよ還元するサプリを前作りました。で、それが96名ほどのデータとなって行っております。ということで申し訳ありませんでした。じゃあ、こういうことでご清聴ありがとうございました。